はい、皆さんこんにちは。シムで中国でやっておりますポジャです。こんにちは。今ダイエット期間なんですけど、はい、これは何ですか？さあ、ダイエット期間なのでセブンイレブンの中華をね、中国人のポーちゃんに食べていただこうと。はい、マジかよ。前回ファミマだよね。そう、ファミマ、うん、そうなんだけど、昨日腕立て50回くらいやってたわ、はい、家で。そう、もうあの汗びっしょりだよ。もう一人で。それちゃんとした腕立てですか？いや、あの多分ちゃんとしてないけど、まあでもあの今日今は筋肉痛、あ、そうそう、まあ、できるだけちょっとやってるんだよな。はいはい、だいたい首がめちゃくちゃ痛い。首なんで？いや、なんかなんかね、あのこれもやるんじゃん、うん、腹筋とか、うん、なんとなく首に力入れるんだよな。あー、でもいるわ。あのね、そうそう、ある結構トレーニングで首に力入っちゃって、そうそうっていう人いある。そう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 、今の、ね、首もあの痛い。まさにそれなんですね。そうそうそう。あ、でもちゃんと運動してるんだ。うん、そうだ、まあ昨日からね。昨日から。そうね、昨日からもうあのガチで痩せようと思ったらもう今日で来れない。はい、この間もなんか今日から昨日から嘘。嘘。あれは嘘。あれは嘘。クロちゃんみたいなことしてるじゃん。クロちゃんです。中華版クロちゃん。そう、まあ、シロちゃんでいいわ。あ、明日確かにそうシロちゃんよ。そうそう、まあじゃあ今回もそれも嘘だと思うので、もうどんどん食べてください。今日のラインナップ、はい、皆様から見て左手から、うん、黒酢の酢豚、それはポーちゃんの左ね、はいはいはい、黒酢の酢豚で真ん中が麻婆豆腐で、はい、最後が中華丼です。中華丼。そう、なるほど。まあ俺いつもね、うん、中華丼を海鮮丼だと、うん、あの間違えてて、一回ね、あの専門学校は、まあ、あのお笑いじゃなくてデザイン専門学校の時、はいはいはい、友達に居酒屋が海鮮丼あるよ、食べに行こうぜって、うん、で日本人が考えてる海鮮丼ちょっと違うじゃん。うん、海鮮丼そうだね。え、居酒屋に海鮮丼あるのって。海鮮丼は海鮮丼で一緒に行ったら、うん、これが海鮮丼っつったら、あいつがクソブチ切れてて、いまだにそれを根に持って毎回さ、俺があそこ食べに行こう、いやお前言ってる言葉信用できねえから。いや俺からするとこれが海鮮丼なんだよ。切れられるよこれが海鮮丼。海鮮丼食べられると思って言ってこい。いや海鮮丼久しぶりだったって食べに行こうってつったらこれ。俺はこれが俺の中の海鮮丼です、うん、海鮮丼ね。そうそうそう、まあ、エビ入ってるからだって、ね、エビ入ってるとこはまあ中国だとね、あのホタテとかね。ああ、まあでもこんなホタテ好きだね。ホタテ好きですよ。俺前回海鮮丼食ったっけ。海鮮丼じゃない、中華丼。何食ったか忘れた。水あんま味しねえな。なんであんま味しねえ。うん、なんで全然味しないんだけど。本当に？いや、なんかね、じゃそもそもさ、ぼーちゃんはさ、中国でその、ぼーちゃんが海鮮だったと思ってたものはよく食べてた？俺は大体こんな感じなんだけど、うん、もうちょっとね、海鮮が多めだから、こっちとかね、豚肉とか入ってるんじゃん。うんうん、あと、このわけわかんない、ちょっとこれ？人参？人参、人参入ってたっけな。味しない？あんまりね。普通。これはほんと普通。普通。普通。良くもなく悪くもなく。うん。中の下。にもうじゃあ普通以下になっちゃってますけど。普通以下です。いや、ほんと食べてみ、あの。何味？ちょっと待って。味がね、味がいまいち。いまいちというか。うん。特徴なんもない。うまとかなんないよ。まあうまいけど。うん。うまい。確かにわかる。うまいよ。それはうまい。まあホームレスからするとうまい。別の日本のスナイパーにやられましたよ。大前提うまい、うん、でも中国人からすると特に何も感じない。何も感じない。なんか違いとかはあるの？その具材以外でさ。いやだから味しっかりしてないんだよこれ。ああちょっと薄味。うん、薄すぎる。あんだけ多い食材を一緒にまあ、炒めて煮込んでとかやってるから、うん、もうすごいよ味とか。でもこれはね、うん、そう野菜が使いすぎかもしれないな。肉とか海鮮もちょっとイカとか、うんうんうん、そういううまみを出しやすい食材を使ったらまあちょっとより近くなるかもしれない。なるほどね。だいたい豚肉使うのはねちょっと、まあ、豚肉使えばいいやって成分がいつも思ってることだから。そう、それはダメなんだから。そうそうそう、肉使えばええやってみんな思ってるから。
成分が特にそう。なるほどね。じゃあ、うん、まあ普通に美味しいけど中国と比べたらちょっと、遠いなんか物足りないというか、そう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 、薄めってことですね。そう、しっかり分かりました。首首そう、セブンイレブンさん、はい、ね、あれセブンイレブンさんからの案件は一緒なくなりました。大丈夫です。はい、酢豚見ましょう。はい、あ、酢豚先に行く。うん、酢豚嫌いだから。ポーちゃん嫌いなものから先に行く派なんですね。そう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 、はい、で黒いね、黒ギャル。酢豚の黒ギャル。黒だったら何でもウケるやつ。2週間前、1週間前、うん、あのカードの返済終わって、うん、あの風俗4巻ね、黒ギャルのおばさんなんですけど。黒ギャル呼んだの？いや、黒ギャルじゃないんですけど、なんかね、小麦色なんだよ。それは地肌で言ってるんだよ、向こうが。めっちゃ黒、うん、でも性格良くて、ただし、うん、投資が取ってて、うん、で、うちにちょうど中国の、オスあるんだよ、うん、で、その子が見て、え、これ何？何のオスなのって来て、うん、ちょっと嗅いでみて、嗅いたら、うわ、めっちゃいい匂いっつって、うん、結局あのオスをプレゼントしてくれた。瓶のオスをね。そう、待って、風俗ってそういうのもあるの？なんか家のものをあげるみたいなのもあるの？いや、普通になんかうちの家なんか 見回って、まあ2回くらい呼んだんですね。あ、同じ人？そうそうそう。いや、安かったんだ。いや、もうハマってるやん。いや、ハマってるじゃない、安かったから。安かったから。いや、安いし、まあテクニックもうまいし、同じ黒ギャル。そうそう。おい、で、なるほどね、このお酢で酢豚作ったら絶対うまいよって。多分もうあの子を呼ぶことはもうない。いや、あるよ。多分もう一回呼ぶよ。いや、もう確実に。僕確かに2年前も一回呼んだんだから。その黒ギャル？そう。どんだけ好き？いや、安かった。しかもその時間内その子しか乗ってないから。冒険したくないの。めちゃくちゃ好きや。そうそうそう。まあでもすごい話がね、ためになるから。はい、わかりました。じゃあそのね、思い出の酢豚を食べてください。同じ黒さなんだからね。まあまあ、ジグロとかっていうレベルじゃないでしょ。うん、おー、酢豚じゃなきゃ優勝。酢豚じゃなきゃ優勝。肉のさ、うん、脂身と、うん、赤肉のバランスがすごくいいんだよ。ほう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 。まあ俺がお酢嫌だからね、うん、まあ、そこ大前提あるよね。入って、酢ってきて、うん、で、甘みでしょ、うん、で、豚の脂身が来た後にちょっと肉、もうザ肉の感じで、で多分オスのおかげで脂身がそんなしつこくなくなって、うん、まあバランスはいいと思うけど、うん、オスが嫌なんで。じゃあ酢豚好きな人からしたら、あ、多分ね、めちゃくちゃいい。そう、すごくいいと思う。肉のさ、うん、素晴らしい。うん、そう、これちょっとお得かもしれないね、うん、肉。これ肉うまいでしょ。あ、これうまいわ。確かにこれを食べると中華丼の時は何も感じなかったなっていうのは分かる、うん、でしょ、うん、そうそうそう。俺酢豚嫌だけど、うん、この肉、ま、肉だけで言うと素晴らしいです。前回のファイマー超えたよ。これは美味しいです。これは何点ぐらいです？何点というか、さっき中華丼が中の下でしたけど、0点、首。全これ部長任命。何点？部長。部長？4点。4点が部長ね。うん、はい。それ満点は何なんですか？満点は課長。え？そんな分かんないな。そんな分かんない。社長でいいよ。満点は社長。はい、最後は、はい、麻婆豆腐。麻婆豆腐、俺、厳しいからね。うんね、麻婆豆腐をね。で、このスプーンで食えね、ここ。そうです。いや。店員さんがね、お箸を2膳くれました。クビや！あいつクビや、お前。中華丼と一緒に。そう、中華丼の一緒にクビや、こいつ、ほんまに。まあ、これはね、ファイマーの地下で3種とかついてるんでね、3種振りかけるんだよね。かけた。おさあ、まあ、そこではね、ファミマとどんぐらいのさ、違いがあるのかとか、うん、今のところ1位なんでしょ、ファミマがポーション的には。ファミマの味を忘れてるからね、俺はもう。さあ、うん、なるほど。ファミマの方がもうちょっとしょっぱい、うんうんうん、味が濃い、うん、こっちは、あ、じゃあちょっとさっぱりかな、比べてちょっとさっぱりなんだけど、うんうん、唐辛子結構強い。辛めなんだ。辛め、そう、美味しい。でもファミマにはちょっと一歩遠いな。あ、もうちょっとね、ファミマがもうちょっと完成してるんだな、ファミマは。なるほどね。そうそうそう。まあ滑らかさにはちょっと待ってね、うん、
うん、なるほど。なるほどね。豆腐単体で食べると、うん、やっぱ味が倍まほど染み込んでないんだよ。そこなんだよな。でも、この、あの唐辛子の強さ、俺はちょっとあの好きなんだよ、うんうんうん。そうそうそう。なんで、日本系と中国系、どっちかって言ったらどっち、その。あちちなみにファミマは何系なの？すいません。そう、なんか日本の麻婆豆腐ってさ、うん、日本人向けのやつちょっとさ、うん、甘めというかさ、鶏ガラ強めみたいな。全然甘くない。甘くない。うん、じゃあどっちかといえば中華より、まあまあまあ、うん、俺中国人の口に合うと思って。ほうほうほう。あ、すごい最初のね、口触りが中国麻婆豆腐なんだけど、うん、そこまで辛くないから食べやすい、うん、あ、うまい、うまいぞ。ファミマが思い出せないから比べられません。そう、ファミマがね、忘れてるんだよな、ファミマのこと。全然覚えてない。普通に美味しい、しかも中国系。山椒がポイントなのかもね、なんか中国感っていう意味では。そうそうそう、うん、これは、うん、聞き、まあ、ポトビやる必要あるな。この3つで、おすすめ、はい、おすすめ、おすすめ順、1、2、3。まあ、個人の好き嫌いを省いて、はい、おすすめ1、うん、おすすめ2、はい、首3とかではない。ない。首。この中華丼とあのスプーンくれなかった人があの首になりました。首。一生首。はい、ということで、あのね、これぜひ本当酢豚食べてほしいです、ね。酢豚すごいね。うん、俺あんま酢豚好きじゃないけど、この味のね、あの深みをちょっとあのね、感じてるから。うん、そう、酢豚好きじゃない人に美味しいって言わせるのすごいよね。うん。じゃあ次回の、これはもう麻婆豆腐対決。そう。ちょっとお会いしましょう、これ。はい、さよなら。さよなら。確かに、その実際なんか直接対決というかさ、そう、3社4社ぐらい、ミニストップ、ローソン、うん、ファミマ、セブン、うん、決定。はい、で1個はローションで作ります、僕は。ええ1個はローションで僕が作ります。ローション、いや、ローションで麻婆豆腐作る。ローションで麻婆豆腐作る。ローションだったら量によって死ぬ可能性もあるから。自然よ、自然だよ。だから、セブン、ファミマ、ミニストップ、ローソン、ローション。この5社。この5社でやります。いやいや、最後の1社はどういうことだ。だから1個だけ、おぉなんと思うけど、ちょっと、あの、